元立て行司35代木村庄之助内田純一様です。
続いて日本相撲協会委員タイム69代横綱白鵬。12年間にわたり41回の対戦を重ねました。大横綱にとっても決して楽な相手ではありませんでした。69代横綱白鵬、里山志賀浦豪作さん。志賀浦奥様の阿久谷阿治川親方は子供の頃から知っています。もう今は家族ぐるみでのお付き合いだそうです。元里山の志賀浦親方です。関脇若野さんと西岩忍親方です。妻の先輩です。若い頃よく声をかけてもらいました。相撲に対する真摯な姿勢は勉強になりました。初顔から11連敗、最初は最も苦手な相手でした。若野さんと西岩関脇極天鵬大島勝親方、一門の兄弟子です。何度も胸を借りました。極天鵬関引退の場所の14日目に敗戦がありました。あるいは極天鵬関の引退の決意はこの14日目安美錦に敗れたこの時だったかもしれません。関脇極天鵬大島親方です。続いて元小結高見盛り東関政権親方です。新十両への昇進の新入幕も同じ場所でした。そして新入幕での三賞受賞も同じでした。ふるさとの青森、負けたくない相手でした。元小結高見盛り東関親方です。
株式会社 N ライト青森支店長元幕内麻生富士網錦関のお兄さんです。杉の森清俊さん、相撲の道に進んでいきました。そして大相撲界に入ってきました。そしてお父さんです。杉の森清和さん、生活の中に相撲がありました。お父さんのおかげです。父としても相撲を知るからこそ息子の努力、そして苦しさ、すべて分かっていました。大の自慢の息子です。